八甲田周辺で風力発電事業を行う計画についてです。青森市の西市長たちが県としても事業者に対し白紙撤回を働きかけるよう宮下知事に要望しました。東京に本社を置く発電事業大手ユーラスエナジーホールディングスの計画によりますと、青森市や平内町など6つの市と町にまたがり、最大71基の風車を設置するとしています。この計画をめぐり、事業の白紙撤回を求めている青森市の西市長たちが今日県庁を訪れ、宮下知事に要望書を手渡しました。要望書では、大規模な森林伐採と土地の改変を伴う事業の実施は生物多様性の保全に多大な影響を及ぼすことが懸念されるとして、県としても事業者に対し白紙撤回を働きかけるよう求めています。宮下知事は要望に対し理解を示した上で次のように述べました。関係自治体全体が反対してもなお進めるというふうに言っているこの事業者の対応については、私は大変驚いておりますし、またその良識を疑っております。その上で、宮下知事は文書で事業者側に意向を伝える考えを示しました。先日意見書をユーラスエナジーさんの方に提出してまいりましたので、それに対する何らかの回答を待っているという状況にございます。でユーラスさんでも見直しなどをしていくということですので、その結果がどうなってくるのか、それを待っているところです。また宮下知事は自然環境と再生可能エネルギーの共生を図るための方策を来月中に公表したいという考えを示しました。